回転です。フォールアウト4、続けてやっていきます。コンコードのことをね、確かコズワスに聞いて、ちょっとサバイバルモードなんでね、寝なきゃいけないって言われて、AP が減っちゃったんでね、ちょっと一晩寝ました。あともうその寝てるうちにね、やれご飯食えとか、やれ水飲めとかね、結構いろいろ言われました。本来ね、あんまりここでクラフト、初見の方はね、始めないんで、ところであるんですけどね、ちょっと必要なベッドを作ったりとかしましたと。とりあえず、コンコード調査っていうことで、今ここサンクチュアリーですけども、このレッドロケットトラックスロップストップっていうのを通って、このコンコードに行くという形で言われてます。で、行ってみましょう。で、レベルが1個上がったので、ちょっと考えましょうって感じですね。一番最重要なのがこのストロングバッグ、あと1個ストレングス上げる必要がありますと。運び屋。総重量が25増加する。これが50。総重量以上の荷物を持っている時もアクションポイントを使い、走ることができる。総重量以上の荷物を持っている時もファストトラベルができる。これ30レベルのストレングス6ないと取れません。これ40レベル。アクションポイントの使用費量が50減少する。これはね、あんまり効果がよくわかんないって感じですね。あと、早めに取りたいのはロックピック。ロックピックちょっと上げときたいな、真っ先に。っていう感じがあるんだよね。やっぱ開けられないところが出てくるとね、なんかちょっと残念な気持ち。サイエンスはインテリジェンス。全部ロック、ここら辺取らないとダメだな。ロックスミスって、パーセプション4か。ハッキング。どうしようかな。じゃあちょっと予定と違うんですけど、パーセプション上げました。鍵開けはね、ちょっと早めに開けたいの。もう、しょっぱなから多分ね、開けられないところがいくつか出てくるので。はい。で、ちょっと中央ね、さっきの中央のところに、まあ、ここにクッキングステーションがあったんですけど、それを移動しました。さあ、ここでね、素晴らしい出会いがあります。はい。ああ、こんなところで一人で何をしてるんだ？おう。飼い主飼いは。主とはぐれたのか？わかった。一緒に行こう。みんなここでね、おい。犬ってなってるので、名前をつけたがるそとれかを取ね。れ。スティンパックを持ってきてくれんのが。行こう行こう。行こう行こう。さあ、じゃあここもね、すごく重要な拠点です。はい。そのうちね、拠点と拠点のね、物資をこう共有するっていうね、まあ、カリスマのスキルレベルがね、6あると取れる、パークローカルリーダーというのがありますからね、それを、取ると、拠点間の供給ラインをつないでことができるのと、あと店をね、拠点内に作ることができます。はい。ここも、ワークショップを開いて、ここも拠点なんでね、ちょっとラジオ消しとこう。これで、ちょっとモールちゃんが来て、モールちゃんが。やばい、強い。サバイバルでやることをちょっとすっかり忘れてて、死ぬぞ。モールラットでやられる。 ちょっと待って。モールラットで瀕死だよ。さすがに。コンクリートか。ちょっと待って、コンクリート。スティンパック使うのももったいないから、ちょっとモールラットの肉ね、いっぱいゲットできたんで、ちょっと焼いてその肉を食いますか。ちょっとここに、ドッグチョップ、さっきの犬の死体から。
ウォールラットであんなダメージ食らうか、やばいな。これでちょっとね、放射のダメージを受けずに体力全開にすることができます。なんか鉄しかなさそうな感じ。コンクリとかこういうのね、建築モードで解体することができるのでね、その解体して物資をね、ゲットすると、どんどんここら辺いらないと。まあこういうのは全部解体していっちゃってね、で解体すればいいのか、解体していっちゃって欲しいもんがあれば後で自分で作ればいいんですよね。これ解体したものはワークショップに自動的に送られます。自分の持ち物になるわけじゃなくて、肉詰めは解体できない。コンクリは今オールラットこんなとか、で集めたジャンクはワークショップにね、この三角ボタン、まあ、全ての廃棄品を保管する、ね、箱根だったら Y ボタンかな。で、全部入れとくと。はい。で、ここちょっとね、秘密があるんですよね。このね、ターミナルに秘密があるんですけど、コルベガのパーツ、車の修理工場みたいな感じなのかな、ここはな。エンジンだけは安全な収納場所、店、ここですね。店のすぐ下にある洞窟が自然のおかげであるとしたらもう何も言うなよ。ここにヒントがあると。はい、これ非常にね重要なアイテムがあるので、まあ、ちょっとここら辺早めバーッと見ていきますので、気になる方は止めて見ていただければと。まあ、大した情報はね、さっきのところ以外はないですか。で、ちょっと序盤手に入れときたいアイテムがあるんですけど、それはこっちね、こっち側に、ここにちょっと洞窟がありますと。三人称は取りづらいね。脳みそキノコっていうのたくさんあるけど。さあ、ちょっと銃使わないとダメかな。ちょっとね、いろいろ取ったんですけど、弾があんまないね。タイヤレンチ、パイプピストル、可変瓶もちょっと装備しとこう。まあ、ちょっと10ミリピストルで頑張るかな。サンクチュアリーまで戻るのでね、死ぬわけにはいかない。あ、一発で倒せるな。ちょっとダメージ食らわないようにしないとね。早めに、うっ、早めにタフネスとかちょっと耐久力を上げるね、ものをパークを取んないと。いや、このクイックセーブとかできないのがちょっとね恐ろしいこれはきついな。サバイバルモードきついよね。ちょっとまあ、いや、 やっぱホールアウト4を知り尽くした人のね、いつかやるモードですね。これはラット X 持ってたかなさそう。ある、ちょっとここはねラットの危険性があるので使っときましょう。惜しまずに使っときましょう。ラット X は
レディエーションレジスト、放射能耐性がね増えます。でここにちょっとなんか放射能リアクターみたいなのがあるので、パイプピストル10ミリ弾なんだこれ。あ、トラッシュバスターズ賞ゴミ削減を成し遂げたって言ってるけど、実はこの地下にね、砲を投棄してたっていうことっぽいですね。褒められてますけど、ただただ下に捨ててただけだよって、バレなかったみたいですね。バレないからこうやって表彰された。ゴミ削減してたんじゃなくて、待ってろ待ってろになって、これはちょっとねよくある話。このドッグミートをね、待機状態にしたまま忘れてきちゃう。まあ、いつかはちょっと移動するんですけど、ほっといたらね。ちょっと今邪魔だな、ドッグミート。ちょっと脳みそキノコ取りたいんだった。プランジャー。ここで集めたジャンクはね、ここのワークショップにちょっと入れときましょう。ぬかコーラ、レーザークレイン、ダクトテープは取りたいぞ。どこだ？缶のとこに挟まったフルバック。さあ、パイプピストルゲットしましたね。はい。いやー、ちょっと、ファストトラベルできないのかな。やっぱ、セーブができないっていうのがかなりきついっすね。ああ。まあ、こんなもんかな、ここかな。こっち側にもなんかあったっけ？ここに出るんだ。違う。なんで大量出血してんの？え？これ何よ？これ俺知らねえな、これ。うわー、なんかやばい、これ。なんで？ちょっと防具と装備しよう。スティンパック使わないとダメかな。ちょっと最初ね、この流れ物の服、ちょっと V パーツ、V の防具つけらんないんですけどね。これちょっとかっこいいよな。なんで怪我してんのこれ。なんか踏んだのか。ああ。クリティカル、強え。一発ぐらいでようやく死んだの、強えな。もう一匹いるだろう。いや強い、さすがに。疲労？なんでそんなすぐ疲労すんの？ちょっと早すぎね。ちょっとここでちょっとあれだな、ロックピックね、L スティックでヘアピンの位置を調整します。R を使ってドライバーを回します。まあ、スカイリムとかと同じですよね、確かね。位置だけが問題なんで、はい。鍵穴が引っかかったら R を離して、まあ、L で角度を変えてみながら調整しながら開けるという。これで左側でこのヘアピンの位置を変えて、まあ、引っかかったらもうすぐ手を離すと。ちょっとずつね、こうやって。動くところを探していきますと、ここら辺動きますよね。はい。でここら辺を重点的にこうやって攻めていくと、で、徐々にずらしていくとよく回ります。あ、今ちょっと折れちゃったけど、落ちちゃった。ヘアピンがない。ああ、ちょっと今ミスったな。ちょっとまた戻ってきますね。ちょっとね、一番重要なあのフュージョンコアというあのアイテムは取れたので、ちょっとまた。ね、ベッド着たいと。まあ、いやー、ちょっと失敗しちゃったな。1本しかなかったか、ヘアピン。失敗。本当はちょっとね、サンクチュアリに戻って、装備をね、ちょっと強くしたいとこなんですけど、もう全然道具が足んないよな、多分な。あ、ちょっと強くできたね。なんか怒られてる。ね、病気なの？スティンパックで治んのかな？ちょっと。何が、どうすればいいのかね。わかんない。あ、結構作れる。ちょっと強くしとこう。
ハードレシーバーにしとこう。これでちょっと粘着剤が足んねえだろうな。粘着剤がね、最初欠乏状態になるんでね。はい。こう2つあるやつとかは解体しちゃって。ね。パイピストル。あっ危ねえ、ね。パイプ、これカーソルずれんのやめてくんねえかな、これ。間違って解体しちゃいそうになるわ。入れときますと。はい。水も足りねえぞって言われてて、食い物も足りねえぞって言われてるね。常にこれ悩ます、これで悩まされることになるのか。ちょっとベッドは作れる。これ想像以上に厳しいね。でもこれね、しょぼいベッドだとこれまた寝られない、3時間以上寝られないとか言ってね、怒られるんだよな。ちょっとそれもね大変なんですけど。水飲んどく。ドッグチョップ食っとく。まだダメなの？ちょっと待って。ステータスがよくわかんないね。これか。感染してんのか、なんかに。喉がかなり渇いている。飲んだじゃん、水。ダメ？ご飯はいいのか。ダメなの？まだ。コーラ飲んどこうか、じゃあ。これでどうだ？ちょっと治ったぞ。感染があれだな。わからん。これか。抗生物質。治った、病気は。でも疲労って言われてる。とりあえず、寝よう。セーブしたいから。これじゃ治んねえみたいだぞ。3時間くらいじゃ。これでは夕方になっちゃうな。ちょっと回復した。どうする、これまた。いやーきついね。これ夕方コンコード行く。喉渇きがやばい。まだ？これ水大量生産しないとダメだね、これ。ちょっとこれ大変。ちょっと夕方になっちゃった。想像以上のきつさ。行こう行こう、コンコード。やばいわ。かなりやばい。さあ、お気に入り登録しときましょう。リボルバーライフル？タイヤレンチに変えとこうか。パイプピストルも、ここに入れとこうか。はい。こんなとこかな。ちょっとここら辺、弾があんまりない。ないとさ、セーブできねえのはやばいよな。死ねないね。コンコード発見。もうちょっとレベル3になるから、ちょっとタフネスでも取っとこうかな。L1 のね、このバッツっていうのは、まあ索敵ができますね。レイダーがいっぱいいますが、後者右にも。あ、足んねえ。
コニーの上だ。はい。入植者のグループが中にいる。はい。レイダーたちがドアを破って入ってきそうだ。はい。助けてくれ。頼む。OK。はい。あらかたね。外の。ちょっと寝ときたいよな。こういうのあさっていって。で、ね、ここにレーザーマスケット銃があります。あんまりね、威力高いはないんだけど、序盤はありがたいのかな。ミニッツマンなのか、こいつ。はい。じゃあちょっとここで整えようかな、装備をね。ジャンクは取っときたい。え、多すぎんの？もう多すぎんの？あ、もしかして、荷物もきついんだっけか。サバイバルモードって。おい。ドッグミートに元を持たせることができますので、基本的にはジャンクとかね持たせる。うわ少ねえな、持てる量が少ない、とんでもないな。いらないものは預けときます。こんな感じか。あと鎧ね、ジャンプスーツ着て、下に肌着としてジャンプスーツを着て、そのあとはちょっとザックフード、あとここら辺をまあつけていくと、まあ右のこのダメージレジストっていうね数値、縦マークがこれは物理の実弾系の武器、雷マークがエネルギー系の武器、あと放射能攻撃耐性っていうのもありますけど、まあ、プラスプラスプラスって量ねなってるのを切ればいいわけですよね。はい、見た目もねすっかり怪しくなってるはずだ。これはホラーだよな。これが正義の味方ですか。さあ行きますか。ここはちょっとねかなり死ぬ可能性が高まる。この上のやつに、ね、気を取られてる間倒します。レイダーを当たんない、やばい、かなり食らう。頭部に重傷。ちょっと待って、あ、そこか。ほほほ、か、頭吹っ飛んだ。いや、プレステリでよくこれがね、いやーちょっときついな。おお、落ちてきた。こんなん初めて。もう疲労してんのかよ。この前寝たばっかりじゃん、これ。ここを開けらんない。あれ？回復しないな。ヒットポイント上限が回復しないのは疲労のせいか？あ、ゆっくり回復してんのか、これ。おっせえな、回復が。もうあらゆるものがね、きつくなってるよな、これな。クリティカルがたまんのも遅えな。あー、また上限が減っちまったね。え、この体力管理とかちょっとあらゆるねものが大変になってくる。下手に攻撃を受けられないね。序盤サバイバルでやったことないからきついのかな。しっかりねできることは最大限にやらないと死んじゃいます。死んでね、レッドロケットまで戻ることになるので。さあここ、ちょっと解説しながらやりたかったんですよ、このハッキングをね。皆さん初心者の方はね絶対わかんないだろうなってやつですよこれ。うん、
L でこの説明もね、L でパスワード候補を選択します。×で入力します。選択したパスワードが間違ってると、ターミナルのパスワードと一致した文字の数、文字と位置の両方が画面に表示されます。これね、一生懸命こう読んでね、頭で理解できないかもしれない。理解すると、そういう説明になるかな。なんかもう動画でね説明する必要があるって。私もね昔動画作ったんでね、ちょっと余裕があったら概要欄にね入れとこうかなと。1回目の、パスワードの選択はもう運に頼るしかないんで、ここら辺適当にラブと選択すると右に、正解が0って出ますね。この、LOVED、このねアルファベット、この位置も、文字の種類も含めて、どれも正解じゃありませんということですね。このフーズってありますよね。フーズはこれ 2番目の O、 アルファベットが O ですよね。このラブドも2番目のアルファベット O ですよね。これが正解0なんで、こいつも、正解じゃないんですよ。2番目の O は正解じゃないんで。っていう感じで、狭めていくと。これも違いますね。これも、後ろの ED がラブドと、かぶってるんですけど、ラブドは正解0なんで、こいつも、正解 5ではありえないわけですね。正解5がパスワードそのものなので、これは正解じゃないんですよ。こいつとこいつはもう正解じゃないっていうのが分かったんで、っていう感じですね。で、ちょっと候補を絞っていくっていう感じです。これは E が、4文字目が E ですよね。ラブドの4文字目が E なんで、これも正解じゃないですと。はい、そういう感じで絞っていきますと。はい。で、2番目はまだちょっと絞り込みが甘いですよね。はい。なので、ちょっとまだ当たるってことはないと思うので、ここら辺適当に打ってみますか。これも0ですと。これも0なんで、だいぶ絞れてくるんじゃないかなと思うんですけど、そうでもない。うん。これが、トラストの S が4文字目 S ですよね。このスタッシュも4文字目 S なんで、これは正解じゃないですねっていうのがわかりますと。はい。これは A が3文字目 A なんで、これも正解じゃないです。ね。そういう感じで、さっきよりは絞り込まれるという感じですね。ラブドとスタッシュの情報から絞り込めると。はい。でも正解には遠い。ね、これは正解1か。はい。で、あと残り試行回数が1回になっちゃって、1回になってもね、ロックアウトして10秒経てばまた入れるんでね、何回か入り直してやるっていうのも手なんですけど、こういうカッコに囲われた、ところがあるんですけど、それをね、クリックすると、これ、残り試行回数今4に復活しましたよね。こうやって復活するところがあったりとか、他のカッコで囲われてるところを探して、打つと、対象外を削除されました。今多分ここら辺のね、文字が消えたと思うんですよね。はい。そういう感じで、正解じゃない文字が、単語が消えてくれるので、さらに当たりやすくなると。試行回数が回復した上に、対象外が消えてくれるんで、ここカッコ囲われる。あ、ラブド消えましたね。一番最初にやったやつ。はい。そんな感じで、ちょっと、他にカッコがないかどうか、この下の方が消えました。はい。そんな感じで、あと残りのカッコを潰していくと。もうあんまないかな。もうないかな。なんかなさそう。あと1個か。1個ぐらいあるかな。ここにあった。はい。ゲーム消えた。ここはない。ここ。はい。さあ、じゃあ、もう一回やりましょうと。あんまり消えてないね。スタッシュビルド。正解ゼロ。やった。やった。はい。解除したのか。はい。中のね、
フュージョンコア、まあここで取っちゃってもいいんですけどね、後で取りに行けて指示されるので。レベルアップか。ちょっとアドバンストのキーを開けることができんのか。これを開ける、そうするとそこの鍵がね開けられるようになるかも。弾が、そうしてですよ、入り口にちょっと荷物預けとこう。ここら辺もサバイバルモードで難しくなってんのかな。もうちょっとで開く。これどっちだ、わかんねえ。アドバンスとこんなに難しかったっけ。こっちか。よし、ちょっとこのショートカットを開けておきましょう。でこのタバコを入れにちょっと重いものをみんな入れとこうかな。マジで言ってるんだ、さっさと。マジだよ、うん、当たるかな。あー柱、あー狙った方がいいわ。あ、やめろ、ドッグミートを込めろ。ドッグミートの方が強かったっす。ちょっとすぐ重くなっちゃうなこれな。ほんと無駄なもの持ってられないな。そうか、弾薬にも重さが出てくんだっけこれ。確かあるな、重さあるんだこれ。弾薬ね、これね、ノーマルモードだったらね重さゼロなのに重さがね出てくるんですよ弾薬。弾薬も好き放題持っていけるわけじゃないですよね。おい、銃を構えてる。お前から先だ、当たんねー。うわ、うう、減りすぎー、減りすぎー。くそ、戻るよこれ。オートセーブないんだもんね。オートセーブないんだよな。レッドロケットに戻る。いやこれはきつい。じゃあちょっとね、ここをまた元のところまで戻るのはこれ過酷だな。セーブできねえのが本当にきつい。死ねないね。